キーフリップサルチャンネルをご覧の皆さん、こんばんは、オキザルです。本日はですね、ピアスカスタムのご紹介の動画になります。モンキーフリップではですね、オリジナルのフレームをカスタムすることができるんですけれども、その中でピアスカスタムというのがですね、こういう、見えますでしょうか、レンズにピアスをつけてみたりですとか、テンプルにもピアスをつけることが可能です。で、実際かけてみるとこんな感じで、実は顔なじみがすごく良くて、でもちゃんと存在感もある、めちゃくちゃこうコンパクトで、僕の大好きなカスタムではあるんですけれども、本日はこちらのご紹介になります。この他にもこういうちょっと大きめの一つとかですね、こんな感じでいかがでしょうか。レンズに穴を開けるっていうのはですね、なかなかインパクトがすごいかなと思うんですけれども、さらにそこにピアスをつけちゃう、どうでしょうか。サングラスにつけてますけれども、普通のメガネにつけても全然インパクトはありますし、可愛らしいものになるんですけれども、こちらがですね、3300円で1つつけることができます。で、追加で1つピアスを増やすごとにプラス1100円かかってくる感じになるんですけれども、で、まあこれだと3300円で1つついてきているっていうような感じになります。僕のおすすめはですね、こちら別にチェーンカスタムという感じあるんですけれども、このチェーンカスタムと組み合わせたりするとめちゃくちゃかっこいいんで、ぜひ皆さんもオリジナルのカスタムしてみてはいかがでしょうか。僕のおすすめはこのチェーンをピアスカスタムと組み合わせちゃう、組み合わせが自由にできるっていう、まあ、フレームによっては制限あったりとかするんですけれども、ある程度自由に組み合わせれるっていうのもカスタムのいいところなんじゃないかなと。というわけで、本日の動画はピアスカスタム、僕のおすすめのカスタムのご紹介動画でした。皆様のカスタムの、ご参考になれば幸いです。またこの動画が良かったと思った人は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。